三球三振、3番を確保しております。赤見さんおっしゃる通り、ここへ来てやや疲れが出てきたという鈴木健、まだ23歳、6年目鈴木、28歳になります。ランナー走った、アウト。詰まりました。どうしても引っ張りきれないんですね。ですからそこを狙ってますよね。そうね、外角はね、レフトの上打ちますけどね。はいはい。あーっと、うまく変化球か。10試合連続ヒット中で、10試合ではなんと4割1分9厘です。鋭いですからね。その壁に当たっては、また下へ落とされていた垣内。振ったか、3本です。もう十分じゃないですかね。現在はちょっと足りない2割3分2厘。今シーズンもこの下位打線の、いいところでのタイムリーが非常に多くなっています。歩きます。という風にしてまいりますか。おっと、危ない。入って今年6年目。最後は外。あれはやっぱり、森さんなかなかやっぱりね、石橋を叩いてもっていう、この吉井をなんとか攻略しなきゃいけないんですが、そうそう西武とても点を入れるわけではありません。レフトへ。こういうことがありました。果たしてこの吉井にはどうか。清原から、おお、今上の方をちらっと見ました。速い球、ですが6回に爆発しました。おっと、ボールの球。三塁側をちらっと私が見ますと誰もやっておりません。2者連続三振。センターフライ、三塁ゴロ、そしてライトオーバーのツーベースヒット。左中間ですが、レフトです。レフト、試合終了、試合終了。終わった吉井、3年ぶりの先発でプロ初完封です。